はい、皆様お疲れ様です。シュチュマンです。はい、ですね、今日は、コスモス関連ですね、についての、ニュースとなってます。はい、ちょっと興味深いね、記事の方、ありますので、ご紹介したいと思います。はい、ブルーゼル、コスモス、リレイヤーへの自動 ETH を発表ということで、はい、これはどういったものか、ブルーゼルブリッジですね。異なるブロックチェーン間のギャップを埋めることは新しいイノベーションにつながる可能性がありますということで、はい、はい、ブルーゼルは、ネイティブの、ブリッジソリューションを通じてイーサリアムとコスモス間の、中継機を、提供しますと。業界の主要な、発展であり、すべての関係者に利益をもたらすのは、進化しました。まあ、ちょっとね、日本語訳、少しおかしいところもあるんですけども、はい、まあ、ネイティブのブリッジ、ということは、古いね、昔からあるような、はい、通貨とかですね、に関してっていう意味かなというふうに思います。はい。ブルーゼルには、ネイティブのデュアルトークンのシステムがありますということで、まあ、ネイティブチェーン、コスモスに基づいていますが、維持する必要がある ERC の 20BLZ トークンもありますと。はい。この、ブルーゼルブリッジを介して2つのエコシステムを接続すると、両方のネットワーク間でトークンのより安全で安定した自動変換が可能になりますということで、まあ、これ面白いですよね。まさにコスモスの、特徴といったところになると思うんですけど、まあ、ERC20 と、ね、まあ、他の、はい、ブロックチェーン等をですね、ブリッジするようなね、感じかなというふうに思います。はい。このブルーゼルブリッジっていうのが、まあ、イーサリアムとコスモスの間の、まあ、自動中継を行うと。で、何百万もの、トランザクションに、電力を供給しますと。いうような、まあ、ちょっとね、日本語はちょっとニュアンスがちょっと違うかもしれませんけども、まあ要するに、何百万ものねトランザクションに、まあ、力を注ぐというかですね、 そういったイメージかなと思います。はい。コスモスエコシステムの継続的な成長により、多くの新しいブロックチェーンネットワークが生成されると。これら全てのネットワークで手動のトークンスワップが必要ですとかね。はい。あと、まあ、手動スワップは一方向のアトミックスワップと同じように、トークンが初期のエコシステムから完全に消去されるため、より広範な、採用のハードルですということで、まあ、ちょっとね難しいところもあるんですけども、ブルーゼルブリッジ、プロバイダーは ERC20、BLZ と、コスモスベースの BNT の間の双方向の交換を完全に自動化、まあ、自動で要するにまあ交換できるということなんですかね。はい。まあ、こういった感じでですね、そのイーサリアムがねベースのものが、まあ、コスモスベースにねこう、まあ、移り変わったりとかですね、まあ、こういった動きがねどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、コスモスですね、まあ、ネットワーク上であらゆるブロックチェーンをねつないで、まあ、スケーラビリティ問題とかねを、まあ、解決するとか、いうこともありますし、異なるブロックチェーン間での、まあ、取引もね、このようにね、まあ、可能にしていくといったところかなというふうに思いますね。はい。その、まあ、テンダーミントとかね、よく聞かれると思うんですけども、あとはコスモス SDK とかね、まあ、それは、まあ、フレームワークとしてですね、あったりとか、まあ、異なるブロックチェーン間通信のためのね、標準を確立しているのが、まあ、IBC プロトコルっていう感じで、はい、まあ、大きくはねあると思うんですね。はい。コスモス SDK のね、役割についてもですね、はい、フレームワークってことで、ね、カスタムブロックチェーンの作成とか、新規ブロックチェーンをまあ起動してとかですね、まあ、その、まあ、イーサリアムもそうなんですけども、まあ、簡単にですね、このブロックチェーンね、の作成ができるようなね、ものになってるんですね。IBC っていうのはですね、まあ、エンジニアリング、開発エコシステムの更新情報を直接受信トレーニング、まあ、取得できますとかね。はい。まあ、テンダーミントについてはですね、バイナンスとかがですね、まあ、採用していまして、まあ、そのベースでですね、まあ、テンダーミントを介してですね、バイナンスチェーンをまあ開発したということですよね。で、まあ、そのバイナンス上に、DEX、バイナンス DEX とかね、
を、解説しているってことで、そういったことがね可能になってますね。テンダーミントっていうのはですね、ブロックチェーンを構築するための主要な BFT エンジン、エンジンですね、主要なエンジンとなるところであって、そのテンダーミントコアで革新をリードするといったところ、それからコスモス SDK では、そのブロックチェーンのフレームワークですね、それから異なるブロックチェーン間通信のための標準を確立しているのが、IBC プロトコルっていうことで、つなぎ合わせるような感じですね。はい、というふうに、この3つがね結構大きな、コスモスではポイントなのかなっていうふうに思います。はい、ということでね、このブルーゼルっていうね、ブルーゼルブリッジをね介してですね、そのイーサリアムとねコスモス間の、自動中継ということですので、どんどんですね、例えば、イーサリアムから、コスモスベースに、移ってくるんじゃないかなっていうふうに、予想しています。はい、なぜ移るかについてはですね、やっぱり技術が、コスモスにはありますというところで、バイナンスが使っているぐらいですからね、その他ですね、日本ではトヨタ自動車のね、はい、一部に使われたりとかですね、いろいろね、実際に使われているっていうのはですね、結構、実感があるというかですね、信憑性の高いもの、たらればではないというね、ものになっていると。本当に技術が、しっかりしているので、使われていくということは間違いないのかなというふうに、思いますね。はい、ですので、コスモスに関しては、すごく期待されていて、CCN いつも、おすすめしていますけども、CCN なんかもですね、バリデータとして、やってますので、はい、非常に、これから伸びるんじゃないかというふうに期待されているのが、コスモスでも、ありますね。はい、はい、こちらですね、コスモスのね、使ってる、ね、一覧のものとなってるんですけども、はい、見ていくとですね、メインネットで使われたっていうこと、バイナンスチェーンもね、メインネットってことで、はい、載っておりますね。テラーとかカバーとかもね、最近、ディファイ関係でも有名ですよね。はい、あとテストネットっていうのは開発者とかね、そっち向けの、ものになっておりますね。あと電子マネーね、メインネットとか、アイリスネットワークですね、これもね、有名ですね。はい、この中でもね、モルドっていうのがね、あると思うんですけども、これ、CCN 参加した、ビジネスプランに参加した人は、モルドのね、トークンを、特別に、もらうことができたりとかね、するんですね。はい。はい、ということでですね、コスモス、ね、の技術っていうのが、非常に使われ出してきているということでですね、結構ね、イーサリアムからコスモスベースに移るっていうのはすごいねことだなと思いますね。はい、こういったことでですね、このブリッジによって、異なるブロックチェーンがね、どんどん取引できるようになってくるということですね。はい、このねコスモスの技術っていうのはですね、本当に必要とされていますというところで、バイナンスも使ってくるわけですし、いろんなね、何百社っていうところでね、このコスモスの技術は使われていますというところですね。はい、最後にですね、このブリッジっていうものが、どんどんねこれから、行っていければですね、すごいねコスモスのね価格も伸びるんじゃないかなっていうふうにね、思います。はい、それでは、最後までご視聴いただいてありがとうございました。またですね、いろんな案件やニュースの方をお伝えしていきたいと思います。はい、それでは、失礼いたします。